ペメー、ファーマペーメーは、ギリシア神話の女神である。長母音を省略してペメとも表記される。噂や、名声を人格化した女神で、良い噂を好み、悪い噂には憤き通る。ガイア、またはエルピスの娘とされ、会話を始めさせ、発展させる女性として描かれており、アテナイに神殿があった。ペメは、神々や、人間の様々な事柄を除き、見聞きしたことを、 最初は囁き声で、その後徐々に大きな声で話し、全員が知るまで、それを繰り返したという。ローマ神話ではファーマに相当する。ベルギリウスの作品や他の文献によれば、ファーマには舌や目や耳がたくさんあり、羽が生えているという。また、彼女は線の窓がある家に住んでいて、世界中で話されていることを聞き取っているという。ベルギリウスは、ファーマについて、 地面に立つと、頭は雲を突き抜け、小さいことを大きくし、大きなことは、さらに大きくすると記している。ギリシャ語のフェイミーは、英語では文脈によって、フェイムかルーモアに対応する。英語のフェイムは、ラテン語のファーマが語源で、ラテン語の類似の語として、ポリーがある。ありがとうございます。